にゃん、おぐりんチャンネル、こんにちは、おぐりゆかです。ギター初心者がその日誕生日の方のヒット曲をワンコーラス撮ってみるということで日々配信をしております。応援してくださる方、チャンネル登録ボタン、グッドボタンなど押していただければ幸いです。それでは本日も行ってまいりましょう。4月3日ウィキペディアで、ページ内検索で歌手で見ていきたいと思います。それでは、ほい。4月の3日歌手、1922年ドリス・デイさん。おー、で飛びますね。1979年、一気に飛びまして、79年、夫人のウイコさん、1980年、グリーンの、これはなんてお読みすればいいんだろう、ヒデさんかな、ハイデさん、カイドさんかな、なんとお読みすれば、とにかくグリーンの方、おめでとうございます。そして、加藤ゆかりさん、おいで、レオナ・ルイスさん。おー、一旦歌手キーワードだとそんなとこですね。ちょっと待って、やばい、歌手キーワードそんなにいらっしゃらなかったですね。ではミュージシャンで検索してみます。1943年の4月3日、リチャード・マニュエルさん。1949年、リチャード・トンプソンさん。おー、うわー、1959年、歌舞伎ロックスの氏神一番さん。歌舞伎ロックスは存在は知ってるんですけど、ヒット曲となるとちょっとまた、ヒット曲難しくないですか。そして1961年、エディ・マーフィーさん、おめでとうございます。で、1967年、坂本悟さん。1968年、セバスチャン・バックさん。1969年、小原和之さん。1971年、ゴスペラーズの黒沢かおるさん。ゴスペラーズ、わかるかな、ゴスペラーズ。わー、もちろんそのバンドとしては、バンドというかグループとしては知ってますけど、で1980年の脊髄の塚田哲夫さん。おー、ちょっと待って、ミュージシャンもそんなところだ。ちょっと待って、シンガーだと、シンガーソングライターで調べると、1999年、西岡京三さんのみか。ちょっと待って、これはやばい。ウィキペディア以外で調べてみたいと思います。4月3日、誕生日。4月3日の誕生日は、金本さん、野球選手の。野球選手の、そうかそうか。で、大泉洋さん今日ですって。へぇ、大泉洋さん、田辺誠一さん、ほう。すごい。大泉洋さんと田辺誠一さんとエディ・マーフィーさんって同じ誕生日なんだね。ほうほう。すごいな。で、トータルテンポスの大村さん。ほわー。そんなところですか。わ、どうしよう。え？タカ&トシのタカさんかな。高さんがどっちだろう。にゃー、どうしたらいいんだ。で、ゴスペラーズ。リズムの加藤ゆかりさん。リズム。NMB48 の山田奈々さん。山田奈々さんってあのバラエティでよく見る子ですかね。うわー、どうしよう。うわー、どうしたらいいんだ。ミュージシャンの坂本悟さん。私でもわかるかな。ちょっと、ユーフレットと相談しながら。ユーフレットっていうのは、あのギターのその歌詞とコードだけじゃなくて、どこを押さえたらどういいんだよっていうのが絵でわかりやすく書いてあるコード譜サイトです。もうこのサイトがないと私はやっていけない。さて、坂本悟さんあるな。39曲もある。坂本悟さんの歌はすごいあるのは分かったけど、私が存じ上げないな。中島ラモさんも今日だったんですって。いいわね。あと、岩本京成さん。漫画家じゃないな。気象予報士の森田正光さん。おー。うわー、どうしよう。ちょっと待って。やばい。どうしよう。わかる方いるかな？ちょっと待って。歌手の石橋優子さん。石橋優子さんわかるかな？ユーフレット。石橋優子さん。でも世代として、石橋優子さんユーフレットにない。世代としてはそんなだったんですけど、一番私がピンときているのが、わかんないな。ピンときている方
今のところ今のところ私がバチコーンって分かる方いないかも。どうしよう、ちょっと待って、やばいです。こういう時は声優で調べると、そのあこの方そうなんですねみたいなのがユーフレットでヒットしたりもするんですよ。ただ今日の声優さんはお二人、山口正人さんと亀井三郎さん、いやなあ、富永みんなさんいたね、富永みんなさんがいたよ。ちょっと待って、ユーフレットで富永みんなさんはいっぱいやってらっしゃるから、うわー、富永みんなさんユーフレットでないな、ないんか。ちょっと待って、富永みんなさんなんか歌ってないのかな、ヒット曲だとあれか、いやいいか、ヒット曲で調べると歌ってないわけないもんね。ムーンライトセレナーデ歌ってるよ。ムーンライトセレナーデってなんだ、セーラームーンかな。ムーンライトセレナーデはジャズのスタンダードナンバー、歌ってる。ちょっと待って、富永みんなさんジャズのスタンダードナンバーを歌ってるのか、てっきりセーラームーンだとばっかり思ってしまった。あれでも、ああ違うか、 M マーブルに収録されていますと。 M マーブル、うんにゃー、わからぬ。ということで、ゴスペラーズ、ちょっと待って、ゴスペラーズヒット曲、ゴスペラーズのヒット曲といえば1位は1人、2位はトワニ。1人、聞いたら分かるのかな、1人。ちょっと待って、どうしよう、ここまでちょっと当てがないのも珍しいぐらい当てがないですね。これはちょっとやばい。1人がもうピンとこなかったら、ちょっと人を探すところからですね。これは一体、4月3日他にちょっとゴスペラーズさんの一人をかけながら、新しく探します。高橋由伸さんもそうですっけ、巨人軍。これでもあれですよね、ゴスペラーズってアカペラバンドだからギターっていうのもなんですもんね。はっ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 は。今ちょっと一人を。ただね、ユーフレットにはねありますね。てるって最近、なるほど、この曲か。わなくうなったのは本当に全然音が取れない。して始めたから、瞳の奥にある小さな未来の光、切なくて安くて低くて吸い込まれていく、たった一つのこと約束したんだ、これから二度と花咲いた、たった一つのため歩いていくんだ、あなたに二度と悲しい歌聞こえないように。ここまでだな。なるほど、聞いてみます。よし、聞いてみました。できる気はそんなにしないんですけど、かといってこれ以外にできそうな曲もないため、今日はこれにチャレンジします。お付き合いいただけたら幸いです。どい、よし、カポなし、 D F シャープマイナー G A サス4 A D F シャープマイナー G A サス4 A です。で、合間合間にもう難しいのがね、出てくるんです。出てくるんですけど、まあ、コツコツやっていきたいと思います。行ってみよう。愛してるって最近。
な未来の光、切なく切なくて愛しくて吸い込まれてく、たった一つのこと約束したんだ、これから二度と離さないと、たった一人のため歩んでいくんだ、あなたに二度と悲しい歌聞こえないように。ちょっともうどうしよう。どうしよう、このどうしよう、ごめんなさいファンの方。まず何から詫びたらいいんかあれですけど、とにかくあのね、歌が難しい、歌が難しく、私のこの歌の理解する能力、表現する能力ではもう追いつかん、つまーん、追いつかんということで、でそもそもねこれアカペラの曲なので何弾き語りでやろうとしとんねんっていう話なんですよ。でギターもおぼつかない、ないないない、ごめんなさい、でもやってみるということで、もうね撮っちゃう私もね撮っちゃう、撮っちゃうか、撮っちゃうか、でゆっくりいきます、おりゃ。愛してるってさ ちょっと待って、やばいやばい、なんだ、正確にちょっと、愛してるって最近言わなくなったのは本当にあなたを愛し始めたから、合ってんのか何、ちょっと待って分かんない、本当にあなたを愛し始めたからとかなのだろう、違ったらごめん、あのでもそういうことなのだろう、あ初めて初めて、ちょっと待って、おい、じゃあそれを踏まえて、どれを、それを踏まえて、もう一回、もう一回、愛してるって最近言わなくなったのは本当にあなたを愛し始めたから。ちょっと待って、もう一回ごめんなさい、ちょっと待って、なんだって、愛してるって最近愛はなくなったのは本当にあなたを愛し始めたから。あーね、うにゃにゃむ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 、愛してるって最近言わなくなったのは本当にあなたを愛し
う小さな未来の光、切なく愛しくて吸い込まれてく、たった一つのこと約束したんだ、これから二度と離さないと、たった一人のため歩んでゆくんだ、あなたに二度と優しい悲しい歌聞こえないように、もう一回ちょっと何でもわーわーわー、今のも決してよくはなかったけど、あの目をつぶれないほどではなかった。甘い甘い、俺は自分に甘い甘い甘い泣き寄てる場合か、よしやってみよう。愛してるって最近言わなくなったのは、本当にあなたを愛し始めたから、瞳の奥にある小さな未来の光、切なくて愛しくて吸い込まれてゆく、たった一つのこと約束したんだ、これから二度と離さないと、たった一人のため歩んでゆくんだ、あなたに二度と悲しい歌聞こえないように。いや、どうですか。いっか、いや、いっかって振り切るには良くないか、どうだ、いっか、いっか、どうだ、いっか、どうだ、どっちだ、どっちだ、今日のはどっちだ。いつもならちょっと謙遜してるんです。あ、って言いながらもちょっと、あ、いいですよねっていう気持ちで言うんですけど、今日のは本当に良くないかなよりがちょっと、良くないよりかなのいいですよねなんですけど、同じだよね。いや、もうちょっと待って。愛してるって最近言わなくなったのは、本当にあなたを愛し始めたから、瞳の奥にある小さな未来の光、切なくて愛しくて吸い込まれていく、たった一つのこと、どうなんだ、いやさっきまで、いやどうなんだって思うんだったら取り直そうか、本当、よし取り直そう、もう一回だ。愛してるって最近言わなくなったのは、本当に
にある小さな光の光ガゴガゴガゴギター壊れちゃう。ちょっとこんな最後の一発勝負みたいなテンションでやっといて、歌詞間違えるなど。変なものが映り込んでいる。この狭き部屋で撮っていると、今ちょっと待って、今グヌ左遷。お騒がせしました。愛してるって最近言わなくなったのは、本当にある小さな未来の光、切なくて愛しくて吸い込まれてゆく、たった一つのこと約束したんだ、これからもずっと二度と離さないと。ちょっともうさっきの言うようにえ集中力が足りてないんじゃない、ちゃんゆか。もうちゃんゆか頑張れ、ゴーゴーちゃんゆか、ファイトファイト、ちゃんゆか。もう絶対最後、もうこれでうまくいかなかったらさっきのやつにします。にゃん、すいません、よし。愛してるって最近言わなくなったのは、本当にあなたを愛し始めたから、瞳の奥にある小さな未来の光、切なくて愛しくて吸い込まれていく、たった一つのことを約束したんだ、これから二度と離さない、歩いて行くんだ、あなたに二度と悲しい歌聞こえないように。とはいえこれにします。とはいえこれにします。とはいえではある。でも今のにします。わかんない。わかんない。どっちになるかまだわかんないですけど、どっちかにします。ということで本日4月3日もやってまいりました。にゃあ、なかなかの難産でございましたね。それでは本日の4月3日なんですが、ゴスペラーズの黒沢かおるさんのお誕生日でしたので、ゴスペラーズの一人にワンコーラスチャレンジいたしました。黒沢さん、お誕生日おめでとうございます。そして全ての4月3日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではまたね。